さて、この毎月第3、第4火曜日でお伝えしております商品検査センター50周年記念測る大切のコーナーなんですが、動画チャンネルでもご覧いただけます。今朝もこのスタジオにはカメラを用意してラジオが見えるようになっております。今日はスタジオに株式会社高難度印刷の後藤さん、高橋さん、富山さん、そして商品検査センターの井川さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。今日は高難度印刷の皆さんがゲストにお越しいただいているわけなんですが、このスタジオにお越しいただくのは初めてですか？いや、もう何度かありますけれど、はい、そうですね。こうやって揃うのも珍しいかなと、はい、いうことなんですよね。はい。後藤さん、この、高難度印刷さんですが、どういう仕事？はい、弊社はですね、コープ神戸様の制作会社として、はい、裏方の仕事なんですけど、チラシ制作やカタログ制作を行っているものですから、はい、実際に出演するということが今回初めてなりますんで、なかなか、緊張しております。そうですか。はい。井川さん、先週にもお伝えしたんですが、そうですね、イベントのお話ですね。そうです、はい、三上さんが先週お休みだったりなので、はいはい、この番組の時にですね、9月から、スタートする取り組みで兵庫丸ごと健康チャレンジ2018というこういう取り組みがありまして、はい、そのキックオフイベントが9月22日ということで、はい、そのお知らせとですね、もう一つは10月1日、はい、こちら の東灘区民センターで行う商品検査の日の集いのご紹介をさせていただいたということで、はい、で高難度印刷の皆さんはこの測る大切ファミリーということで、はい、いつも裏方でご協力いただいているということで今日はご参加いただいたというところになります。なるほど、はい、確かにイベントを行う時っていうのはしっかりとしたその事前の準備ということが大事になりますからね。それと今週は先週に引き続いてこの秋からスタートする取り組み、それからイベントのお知らせをということなんですね、はい、しっかりと告知をさせていただけたらと思います。そうですか、はい、じゃあ早速お聞きしたいと思うんですが、まず兵庫まるごと健康チャレンジ2018、はい、これ来月からスタートとありますが、一体どんな取り組みなんでしょうか？そうですね、9月から12月の末までですね、お一人お一人皆さんいろいろ健康について取り組んでいただいた結果を送っていただくということで、はい、いろんな取り組みがスタートするというのが9月からになっています。はい、はい、で、その中で高難度皆さん、高難度印刷の皆さんはどういう関わりをされるんでしょう？はい、9月22日のですね、はい、キックオフのイベント、そして10月1日の商品検査の日の集いでは、会場の設営等をお手伝いさせていただくのに合わせまして、はい、商品検査センター様で行う、正しい手洗い PR グッズや、商品検査の日の集いの記念品の制作を担当しております。なるほど。正しい手洗い。この番組でも、ルミテスターと言いましたか、ね、そうですね、機械を使いました。はい、手の汚れ具合を測る機械というのを使って、汚れを見える化するという話がありましたが、この正しいっていうのはなかなか難しいってことでしたね。そうですね、その正しいがなかなかどうやったら正しいんだろうということで、この9月22日のキックオフイベントもですね、実際このルミテスターやら、あと手洗いチェッカーという機械を使いながらですね、来場された皆さんご自身の手をこう測ってですね、で、見えるという形で正しい手順をご紹介していきたいなというふうに思っています。はい、はい、高橋さん、どんな準備されてるんですか？商品検査センター様で、ブースを出されて、そこで手洗いの、はい、正しい手洗いを学んでいただくっていうブースなみたいなんですが、そちらの方で、記念品を渡したいというご要命をいただきましたので、はい、今回はね、正しい手洗いの最後には必ず、きれいに水気を拭き取るってことがポイントらしいんで、はい、そこを、考えた結果ですね、はい、ハンカチをお作りしたらどうかというご提案をさせていただきました。なるほど、はい、ハンカチ。去年の商品検査センター50周年の時は確か軽量カップ、そうですね、小さなね、はい、可愛らしい軽量カップで、これ測るというものでしたね。はい、はいはい、残念ながらそれは他の制作会社さんとでも今回ね、私どもも総力を結集しまして、はい、ちょっとここだけの話なんですけど、今治さんのタオルでハンカチを作らせていただこうかなというふうに思っております。はい、今治さんのタオル、ハンカチ、はい、そうですね、で今回も正しい手洗いをしっかり PR ということなんで、まだどんなサイズにするかとか、実際使ってみてどうかっていうのはこれからなんですけど、当日、仕上がりまでのところをですね、楽しみに待っていただけたらと。正しく手洗いをして、正しくタオルで
拭き取るということになるわけですね。で、もう一つ10月1日の商品検査の日の集い、これも何か検討中なんでしょうか、後藤さん。あ、はい、測る大切プロジェクトですので、測るにちなんだ何かということで、まあ、今いろいろと検討しております、はい。軽量カップに続く第2弾ということで、少しでもお役に立てるものと今ちょっとみんなで総力を結集して考えておりますので、うん、そうですか、はい。まあ、どちらのイベントも何があるかは来てのお楽しみ、そうですね、参加する楽しみにとっておこうと、はい、いうことですね、はい。なので両方のイベントともぜひ多くの皆さんに、ね、ご来場いただければと思います、はい。改めて2つのイベントをもう一度私からご紹介をさせていただきますと、9月の22日土曜日ですが、兵庫まるごと健康チャレンジ2018のキックオフイベント、これが三木市しじみ町青山にありますコープ神戸の共同学園で朝10時からスタートいたします。ラジオ関西でもおなじみの神戸出身のシンガーソングライター北原由加さん、神戸発アコースティックデュオニコイチのお二人によるライブ、そして午後1時からは、私三上公也も参加して、東京大学の佐々木聡先生による正しく知って測って健康チャレンジの講演が行われます。また10月1日月曜日は東灘区民センター大ホールで商品検査の日の集いが開催されます。こちらは科学ジャーナリストの松永和樹さんを講師に迎えて、こちらも私進行役で、はい、お手伝いをさせていただきます。よろしくお願いします。はい、これ、はい、どちらのイベントとも参加は無料なんですね。あ、そうです。はい。はい、商品検査の日の集い、これは事前に予約が必要になりますので、はい、お申し込みの際は測る大切プロジェクト、あるいはコープ神戸商品検査センターのホームページから、そこに応募フォームがありますので、はい、お申し込みになってください。今朝のこの模様、ラジオ関西の動画チャンネル、コープ神戸の商品検査センターホームページからでもご覧いただけますので、合わせてご覧になってください。今日は株式会社コーナンド印刷から後藤さん、高橋さん、富山さん、そして商品検査センターの井川さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。